はい、皆さんこんにちは、アキでございます。懐かしいはずなんですけどね。もううろ覚えなんですよね、私。これも私一度解いてるはずなんですけど、正直もう絵とかね見たらね、あーあーあーあってなるんですけどね。もうこれ読みませんね。読んでる暇多分ないと思うんで、まあまあデモを見ていただいて。これはエニックスさんになるのかな。まあこれもね、あのリクエストがあった作品だったので、本当はね、まあ前のね、琥珀色の館が遺言か、すごく良かったので、でちょっと単発的なものをしようかなと思っていた。まあ単発じゃないね。ごめんなさい、単発じゃないです。何かちょっと手締まりのいいものをやろうかなと思って。あのタケルのね、ブラザーさんだったかな、ブラザーさんだったかの戦国の RPG だったんですけど、ちょっとね、思い出せなかったので、っていう感じで、まあまあゲームの方始まってしまいましたので、やっていきましょう。確かね、あれはねすごくね、悩まずに解けた RPG の記憶があったので、ですごく気持ちよかったですね。っていう記憶だけあったので、と思ったんですけど、なんか今勝手に話が進んでますね。あ、お母さんおはようと。ネーション、あ、こんなんだった。あ、リサリサっていたね。もう全然読めないや。もうこれ勝手に話が進んでいってみます。あら、シオンおはよう。あ、読めないわ。これ読めがだった？違うと思うんですけどね。おいしょん、お前もたまに、うわ、むちゃくちゃ早いわ、これ。ほう、こんなんだっけ？てか、全然覚えてないんですけど。ほう、すごい、何も押してないんですけどね、私ね。今もう、ほんと何も触ってない状態なんですけども。私の頭の中ではね、これね、RPG だったような気もせんでもないんだけど、ちょっと軽く調べたらね、これアドベンチャーゲームみたいですね。あー、でもこんなとこあったわ。あー。ちょっとやるまで思い出せないでしょうね、これ。まあ、年代的には多分もう過渡期の、88年とか9年じゃないかな。これでワンパート終わったりしてね、すごく私楽でいいんですけど。ゲームの開始方法を選択してください。あ、ちょっと待って、今のデモだったのか。はい、ゲームを最初から始めましょう。これは、リターンキーダメだね。スペースキー？おい、また XZ かい？おい、また XZ だ、これ。あ、ほんで、こっから私がプレイするんだね、きっと。おはようしょん、今日はトミーと牧場で羊の世話をするんでしょと。あ、こっからあれか。ん、ちょっと待ってね。あ、今度はスペースキーだ。さっきトミーが来て、おー、話が勝手に動いてった。さあさあ、早く行かないとトミーに悪いわよと。あ、XZ じゃないや。さっき XZ で飛んだような気がしたんだけどね。リターンでもないね。もうスペースキーだね。あ、ディスクアクセスしてるね。重いね、これ。重いというか、ディスク、今のディスクアクセスでもちょっと時間かかりすぎだわ。私の中ではね、そんな悪くないっていう印象があるんですけど、でも、間違えてるかもわかんないね。
これはちょっとディスクアクセス長いですよ。エニックスさん、まあ作ったのエニックスさんじゃないと思うんですけどね。おはようしおん、今日はうちの主人と羊の世話をするんだろう。うちの人ならと、もうとっくに牧場に行っちまったよと。これはスペース聞くんだね。もう部屋の中入るのが億劫になるね、今のあのディスクの読み方だったら。いやあしおん、森に行くのかい。まだ行かないです。その方がいい。近頃はこの辺りにも狼が出るから森には行かない方がいいぞと。どんなゲームだったかな、いまいち思い出せないね。あ、メイっていうわけじゃないんだね、羊のとこ行ったら。これも何かあるわけでもなく、なんかサクッと言うんだよね、コマンドはね、ないみたいなこと書いてたんですけどね。ねえシオン、タルト兄ちゃんたら森に狩りに行ったっきり帰ってこないんだ、僕心配してるんだと。あ、心配だね。まず誰か探しに行かないといけないでしょ。さあさあ早く逃げた、トミーに悪いわよと。え、トミーに悪いわよ。でこれは、あ、タルト兄ちゃんね、また別だね。トミーさんに会いに行くのが私の仕事ね。あなたも悩みがあったらここに来なさいと。ちょっとね、操作性はね、思ったほど良くないですね。ブツブツブツアーメン。かなりね、イースを意識してるな。そんな雰囲気が漂いますね。壁にぶつかったら避けてくれるような感じになってくれてもいいと思うんだけどね。まあこの頃はないか。いや、あったのはあったよね。ああ、このディスクの読み込みがちょっと辛いな。あ、お墓があって、でまた井戸があるけども行けないかな。あ、行けないことないのか、行けるのか。なんかありそうだね、ここね、いずれね。さあ、トミーくん、そうだ、前ねカラオケ行ったらね、友人がね、あのトミーと松の歌の、トミーと松のエンディングテーマを歌ってくれてね、懐かしかった本当に。あるんだね。てかそれを知ってる方もすごい、題名をね知ってる方もすごいと思うんですけど、ほんとね、あれだね。さっきのでもちゃんと見てた方が良かったのかな。あれかな、トミーくん違うかな。おはようしおん、もう一つ、もうほとんどの人の世話終わったよ。さっきリサリサに聞いたんだけど、タルトが1ヶ月ぶりに森から帰ってきてるんだって。今日の仕事は俺に任せてタルトに会いに行ってやる。あ、動いた動いた、こういうことか。あー、これで話が動いたね。ということはタルト兄ちゃん帰ってこない、森に行かないといけないんだね。これ RPG じゃないね。ファンタジアンやろうかなとも思ったんですけどね。ちょっとあ、でもこの後どうするんだろう、ほな私。この後、あ、エネレーションタ、あ、タルトには帰ってこないやつだね。RPG、ヤシオン、1ヶ月ぶりだな、元気にしてたかい？明日のリサリサの誕生日は、3人でパーティーをしようって約束してただろう。それで慌てて帰ってきたんだ。あら？もちろん今晩リサリサの家でパーティーをするだろう。あ、やりましょう。そうか、それじゃあリサリサにそのことを言っておいてくれないか。今日は疲れたからパーティーまで少し休む。あなた誰？そもそも。あなた例の人じゃないの？あなたはトミーさんなのかい？あれ、さっきのはトミーさんじゃなかったのかい？え？自分の家が分かんなくなっちゃったんだけどね。何かはい、いいでしょう。セーブが S か。はあ。S がセーブだね。で、じゃあロードは L か。ってわけでもないんだ。L がロードじゃないんだ。ちょっと待ってくださいね。いろいろキー触ってみたいと思います。あ、何も、あ、なんか出てきた。持ち物を選択。あ、インベントリーか。はい。が、I だね。いちいち処理が遅いね。
あ、キーボードの方は大丈夫だね、何もない。うん、ちょっと待ってくださいね。あとファンクションキーかないね。あ、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 じゃあ、あ、リサリサ、リサリサ、リサリサさんに会いに行かないといけないんだね。これは、いや、シオン、うちの人はちゃんと仕事してたか。ああ、してたね。うん。そうか、そうか。この人に、じゃあ、アラシオン今日の仕事はもう終わりかい。リサリサさん、タルト兄ちゃん帰ってこないんだ、と。うん。リサリサさんどこにいるんだろうね。ほらほら仕事の邪魔をするんじゃない。お、水入れるの？お、すごいな。お、生きるとこ生きないとこあるんだ。よくわかんない。これね、今ね、これ、なんか流れを表現してるのか、これ、ひょっとすると川の。まっすぐ行けないんですよ。うん。へぇー。妙なとこは凝ってんのかな？これがリサリサさん？え、うちでパーティーをやるの？それじゃあ私が美味しいクッキーを焼くわね。あ、待って、その前におじいちゃんにうちでパーティーをやっていいか聞いてみなくっちゃ。ねえ、シオンおじいちゃんにパーティーをやっていいか聞いてみてくれない？使いっ走りだね。おじいちゃんっていうのは今のがおじいちゃんかな。これがね。あ、なんじゃと、うちでリサリサのパーティーをやるんだってと。まったくそんなことばっかり思いつきよって、勝手にお前たちでやれと。うん。そろそろ昼飯にしようかの。あ、2回喋らないとあかんパターンだね。え、本当おじいちゃんがいいって言ったのね。それじゃあ夕方になったらタルトと一緒に来てね。そうそう、今朝パンをいっぱい作りすぎちゃったの。シオンのお母さんに持って行ってあげてね。クエストが発生しましたね。うん、あまり遅くならないうちに来てね。ということは、先ほどのお母さんっぽい人に、あら、リサリサが焼いたパンをもらったの？それじゃあ、そのパンを半分向かいのトミーのうちに持って行ってあげなさい。なんたってリサリサが焼いたパンは美味しいからね。向かいが教会なので、逆向かいかな？なかなか今やると辛いゲームだね、これ。まだパート1なんだけど。アラシオン、わざわざうちにまでお裾分けだなんてすまないね、と。そうそう、どこかでヒューイを見なかったかい？あの子ったら、また妹のヒューイを泣かしてどこかに行っちゃったんだよ。あの子まだ2階で泣いてるの困ったは悪いんだけど、ヒューイを探してくれないかと。あ、泣かされてるのはヒューイさんなのね。ヒューイっていうのは誰だ？ねえ、シオン、ヒューイを探してるの？あ、そうだよ。でも僕、今日はまだヒューイに会ってないよ。あ、これやっぱり RPG、あ、AVG だね。アドベンチャーだね。あ、なんかね、アドベンチャーと思ってちょっと気が楽になっちゃいました。まあでもちょっとファンタジアはね、やりたかったんですよね。ヒューイならさっきこの辺で遊んでたわよ。あら、どこに行ったのかしら。あ、すごい。ちゃんと条件進んでいくんだ。ああ、だからコマンドが一切ないのか。ああ、人と会話で全部進んでいくのかな。ヒューイ君を探してるだけで一日終わりそうな、一日というか、パートが終わりそうな感じがするんですけど、なんかここに隠れてるとかね。でもローディングが長いから入りたくないみたいなね。すごくローディングがめちゃくちゃ長いね、ほんとね。ちょっと苦痛になるレベルだね、これ。ついついこういうのがね、長いとね、もう入らなくなっちゃうんですよね。嫌がってしまって。そこがちょっと心配です。これ、彼はヒューイ君じゃないね。やった、それじゃあ今晩リサリサの家で会おうぜ。あ、そうそう、お前にもお土産があるんだ。楽しみにしておく。あ、これが彼だね。帰ってきたんだね。森に行かなくてよかったんだ、じゃあ。ヒューイ君を探さないといけない。人にいろいろ聞かないといけないのかな。今日は誰もお森には行ってないよ。え、ヒューイ？ヒューイはこっちには来なかったぜ。ということは、中だということがわかりますね。さっき森には行けたんですけど、今回森には行けなくなってますので。お母さん知らない？
え、ヒュイならさっき向こうの畑の方に行ったのみたい。畑？畑？これかい？え、ヒュイ？ヒュイ、ヒュイか、ヒュイなら来たような気もするし、そうでないか、使えないじじいだな。使えないじいさんだね。ヒュイならさっきこの辺で遊んでて、あれどこ行ったのかしら。おー、川、川、川。あ、もういい時間になっちゃったね。どこ行ったんだ、ヒュイ君は。おー、流れちゃった、流れちゃった。あ、登っていけないようになってんのかな。いや、入れたね、ここ。あ、メイメイがいるね。あ、なんか、もういい時間になっちゃったね。彼探すんで、スーパート行くかもしんない。ここ絶対あるね、これ何かね。すんごいストレスが。あ、こっちから来れるんだ。あ、入っちゃった。と思ったらいい時間になっちゃったね。じゃあね。この辺で終わっておきましょう。なんだっけこれ。オールドビレッジストーリーですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。